こんにちは、こんばんは、はじめまして、宇宙人チャンネルのコージです。はい、ということですね、本日も早速やっていきたいんですけれども、実はね、大地震が5月1日に来るのではないかというね、ちょっと考察をしていきたいと思います。で、最初に言っておきますけどもね、まあ、これはですね、不安を煽るものではなくてですね、忘れた頃にね、災害がやってくるっていう風なね、言葉があるようにですね、まあ忘れないためにもですね、常日頃からですね、まあ対策を取ってもらうことのね、一つとしてですね、今日はやっていきたいかなというふうに思います。なぜね、5月1日になるのかというとですね、まあこれはですね、結構いろいろな要素があるんですけれども、まずですね、まあ地震を予言している人たちって結構ね、世の中にたくさんいらっしゃるわけなんですけども、まああんまり当たってる感じもないんですけどもね、ジョセリーノとかですね、バババンガとかですね、ノストラダムスとかね、いろんな方がですね、日本にね、大災害が来るとかね言ってるわけなんですけども、まあその日付っていうのはですね、例えば4月中とかね、何月から何月までの間にとかね、まあ結構その抽象的なものの表現でですね、この日に来るっていうね、断言っていうのはまあなかなかないわけなんですよ。ただですね、2019年度中に来るであろうというところがですね、まあ結構各国でね、予言されてるわけなんですよね。まあ旗から見た時にね、僕も結構冷静に考えるとね、いやいや、お前当てたことねえじゃねえかみたいなね、感じで思ってるんですけども、予言っていうのはですね、当たるか当たらないかっていうね、ところとはまた別のところにですね、まあ意味があるのかなと。で、それはですね、何かというと、まあ僕らのね、2011年3月11日の東日本大震災の時にですね、まあ津波の被害っていうものがですね、やっぱりものすごいものだったんですよね。で、この津波の被害がですね、実はその先人たちのですね、この津波の脅威っていうものをですね、まあ忘れた頃にですね、僕らにこう津波っていうものがこうやってきてですね、まあそこでこう、やはりね、避難とかできなかった方々がですね、巻き込まれてしまったというところにつながってると思うんですね。まあこれにはですね、原因が結構あると思うんですけども、3月11日の前にですね、3月9日にもですね、同じようにまあ結構デカめの地震が来ていてですね、でその時にもなんか津波警報みたいなね、ものとか発信されたんですけども、まあ実際に到達した津波がですね、なんか10センチとか30センチとかすごいちっちゃいものだったんですよね。だから3月11日にもですね、こうでっかい地震が来た時にまた津波警報っていうものが出されたとしてもですね、まあまた大したことないんじゃないかっていうふうに思ったりだとかしてですね、逃れることができなかった人たちっていうのが、まあ圧倒的にたくさんいらっしゃったわけですよ。で、その中でですね、まああれぐらいのね、犠牲者を出してしまったっていうところにこう繋がってきてるところですね。で、ただ単に震度7とか震度6強とか弱とかね、それぐらいの揺れでですね、倒壊してその犠牲になったっていう人はですね、多分圧倒的に少ないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、二次災害であった津波の脅威っていうのがやっぱり、ものすごかったと。まあ今回ですね、まあそういった意味も込めてですね、まあ、もしね、そういった地震が来た時にですね、まあどういった対策をしなきゃいけないのかっていうと、やっぱりね、その津波っていうところの脅威だと思うんですよね。で、今回なぜね、5月1日なのかというとですね、予言者の方が5月1日に来るってことは言ってないんですね。これただ僕の憶測で5月1日がもしかしたらそうなんじゃないかっていうね、ところなんですけども、これには理由がありまして、実はですね、東日本大震災をですね、その翌年ぐらいからですね、予言してたとされている、予言者の一人のですね、松原照子さんっていうね、方がいらっしゃるんですけども、まあこの人が本物かどうなのかっていうのは僕には分からないですけども、まあ実際問題こう当たってるというふうに言われてる方なんですけども、この松原照子さんがですね、実はかなりね、昔もう何十年も前にですね、実はこの日本の大災害のことを予言してたというふうにね、言われてるんですね。で、その内容はですね、まあいわゆる日本列島が分断が起きるほどの大災害が起きるというふうに予言されてるんですよ。で、まあその時にはですね、伊豆地方はね、秋になっても紅葉がないというふうに言ってるんですよ。で、そしてアサリなどがですね、不良になるというところとですね、富士五湖でですね、水位が下がるというふうに言われてたりだとか、大地震の前兆としてマグニチュード6程度の地震が伊豆で起きるというふうに言われてるんですね。その大災害が起きる X デーは、水曜日だというふうに言ってるんですよ。その方はですね、こう何かこうカレンダー的なものを見てですね、この日っていうね、映像が見えてくるっていうような感じらしいんですけども、その水曜日がですね、まあ何か赤色のイメージがあるというふうに言ってるんですね。で、この赤色のイメージっていうのがですね、まあ、いわゆる祝日を表しているのではないかというところなんですよ。で、その方はですね、他にも予言していて、まあ、東京のオリンピックはね、開催されないというふうに予言しているわけなんですよ。だから、そういった災害とかが起こるとですね、まあ、オリンピックも中止せざるを得なくなると。まあ、2019年から、まあ、2020年にかけてですね、まあ、何かしら起きるんじゃないかなというところが、まあ、見解としてね、出てくるんですけれども、これがですね、じゃあ水曜日というね、キーポイントで探していくとですね、5月1日がですね、まあ、水曜日で祝日になるんですよね。
で、まあ、5月はですね、その5月11日にね、こう大地震が来るとかね、こう結構騒がれてたりだとか、まあ、してるんですけども、まあ、そういった中でですね、5月11日ではなくて5月1日の方が、まあ、予言者のね、内容も含めると辻褄が合ってくるんじゃないかなというふうなね、ところが僕の見解であって、でこの5月1日っていうのはね、こうメーデーと呼ばれるですね、イルミナティがね発足した日付でもあるんですよね。だからそうなってくるとですね、まあ、世界でねイルミナティっていうのがいろんなところであらゆるねところに関与してるっていうふうに考えていくと、この5月1日っていうところとですね、まあリンクしてくるのかなというふうに思うんですよ。でそうなったらですね、この、まあ、大予言っていうところとですね、まあ、もし万が一こう合致した時にですね、まあ、いよいよね災害がここに起こってくるんじゃないかというところなんですけども、まあ、僕もね全然半信半疑なんですけども、まあ、ただもしね本当に来たらどうしようかなっていうね対策をこう考えるのに必要かなというふうに思ってるんですね。で今回のこの予言されている松原照子さんの予言っていうのは、まあ、魔の水曜日に日本をね分断するぐらいのですね、あの巨大な災害が起きると言ってですね、津波の大きさがですね、まあ、尋常じゃない、まあ、数十メーターからですね、まあ、100〜120メーターぐらいの範囲でですね、まあ、ものすごい津波が来るっていうようなね表現がされてるわけなんですよ。これがですね、じゃあもし仮に来たとしたらですね、まあ、日本はもうとんでもないことになるわけですよ。でそうなった時にですね、まあ、僕も東京都に住んでるわけですから、何かしらの、ね、ものすごい被害っていうのが来てしまうんですよね。で僕はですね、あの水位のね上昇マップみたいなものをこう調べた時にですね、水位がね9メーターぐらい上昇してしまうとですね、僕の住んでるこの家のところにもですね浸水の被害が来るぐらいに、結構ねここの場所が危ないところなんですよ。だからですね、まあ、一応対策としてもし来たらどうしようかなというふうに考えてるんですけども、やっぱりね一番重要なのって鉄筋コンクリートのマンションのですね、まあ、上に行った方がいいと思うんですね。例えば地震が来た時の揺れに関してはですね、まあ、その場で、ね、あの机の下とかにこう隠れたりだとかして、まず揺れっていうものをですね収まるのを待って、そっからですねちょっとでもねこれいつもよりでかいなとかいつもより長いなとかね、そういったものを感じたりとかしたら、次はですね真っ先に家に戻ることとかを考えずにですね、まずはね高いところに行こうというところで、まずね近隣の、まあ、普段住んでるところだったらですね、あの近くにね一番高いビルはあそこだっていうところをポイントを押さえておいて、まあ、揺れがね収まったらまず真っ先にそこまで走っていこうと。でその後に、情報っていうものがですね入ってきた時にもう津波のね心配とかありませんって言った時にですね、ようやく家に戻るとか、まあ、そういったことをね心がけていかないとですね、まあ、あの3月11日の時もですね、あの津波が来る前にですね家に戻ったっきりですね、まあ、津波に遭われて、被害に、ね、遭ってしまったっていう方とかもいたので、まあ、なんかとにかくその家に戻るっていうことをですね、まず後回しにして、まずは真っ先にですね、まあ、近くのいる人たちからですね声を掛け合って一番高いところに行くっていう、で時間が経って何かの警報とかが解除された時にようやくねこう家に戻るっていうね、そういうところとかを心がければですね、まあ、少しはね被害っていうのがこう減っていくんじゃないかなというふうに思うんですよね。もう一つね気になることがあるんですけど、この方がですね富士山の大噴火も予言されてるんですね。でその予言がですね312というね、数字が見えるというふうに言ってるんですね。でこれは、前回の噴火から312っていうね、ところになってくるとですね、宝永大噴火っていうねものが富士山で、噴火があったんですけども、これはですね1707年なんですよ。で1707年からですね312をですね追加するとですね、実は2019年に当たるということなんですね。だから2019年にですね富士山が噴火して、そのね地殻変動から何かねものすごいでっかい地震が起きて日本列島が分裂するぐらいの超巨大災害が起きるかもしれないというところがまず推測できるのかなというふうに思うんですよね。でそうするとですね、聖徳太子がね予言していたね、クハンダというものが来るっていうふうにね聖徳太子は予言してるんですけども、このクハンダっていうものがですね、富士山の噴火を表してるんじゃないかって一部言われてるんですね。でそうなってくるとそこともね結構合致してくるんですよ。だから2019年っていうのは、ある意味ね本当になんかそういった予言とかがですね重なり合っている年の一つでもあるので、まあ、その辺をですねちょっと注意してですね、まあ、とにかく、一番先にできることはですね、まあ、噴火に関してはねちょっとどういう対策していいのかよくわかんないですけども、まあ、津波の被害からはですね逃れるにはまず鉄筋コンクリートの一番屋上にね突っ走るっていうねところを、まず心がけてれば、少しはね犠牲者も減るんじゃないかなというふうに個人的に思いますということですね。まあこれ本当にあくまでね不安を煽るものではないですけども、まあ個人的にですね皆さんなんかそういうね準備をね
しておくというところはですね、常日頃から必要なんじゃないかなと。じゃないとですね、3月11日みたいに津波警報も大したことないやっていう風に、ね、なって、逃れない人たちがですね、こう犠牲に遭われてしまうと。だからそういったことをなくすためにですね、皆さんね、常日頃から、別に5月1日じゃなくてね、今日かもしれないし明日かもしれないし、そういったリスクがあるっていうことをですね、常にこう考えていければなという風に思ってます。ということで、ご視聴ありがとうございました。もしよかったらですね、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、バイバーイ。